天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のジャスティンパレス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはジャスティンパレス、ガイアフォース、この馬も好スタートを切りました。12番ジャスティンパレス行きました。ジャックドール先手を取りました。その隣にダノンザキッド、間が空いてガイアフォース、ノースブリッジ、そのうちに続いています。その後ろからはフィシーグアス、ドーデュース、すぐ後ろダノンベルーガ上がっていきました。緑の帽子イクイノックス、その後ろすぐ後ろにスターズオンアース、その後ろにプログノーシス、最後方にジャスティンカフェ、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。もう一度先頭から4番ジャックドール、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、少し開いてガイアフォース、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。大ケーキを通過していきます。先頭は依然としてジャックドール、2番手はガイアフォース、間を挟んでダノンザキッド、3番手さあいよいよ直線の攻防、ジャックドール先頭、さあイクイノックス一気に来た、ここで先頭変わりました。先頭はイクイノックス、リードは1馬身から2馬身、ジャックドール懸命に追いすがります。イクイノックス先頭、残り 200m 後続を引き離す、イクイノックス足色は衰えません。2番手はドーデュース、イクイノックスゴールイン、これは物が違う。2着はボーデュース、勝ったのはイクイノックス、このレースを制したのはイクイノックス。天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のドーデュース、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ダノンベルーガ好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてダノンベルーガ行きました。ジャックドール先手を取りました。その後ろからはジャスティンパレス、その外にダノンザキッド、さらにはガイアフォース、並んで5番ノースブリッジ、内からはフィシーグアス、少し間が空いてドーデュース、すぐ後ろにイクイノックス、その後ろにプログノーシス、その隣にスターズオンアース、しんがりからジャスティンカフェ、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。もう一度先頭から1番ジャックドール、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続いてダノンザキッド、少し開いてジャスティンパレス、1000m を通過、ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬大欅を通過、先頭は依然としてジャックドール、ジャックドールリードを広げていく、2番手はダノンザキッド、ジャスティンパレス、3番手さあ直線に入りました。これからの勝負、ジャックドール先頭、しかし後ろとの差はわずか、これはどうだ。最後の追い比べ、先頭はドーデュース、内からジャックドール、外からイクイノックス、ドーデュース先頭、残り 200m を通過して、先頭はドーデュース、2番手はイクイノックス、ドーデュース先頭だ、ドーデュースゴールイン。2着はイクイノックス、3着にダノンベルーガ、ドーデュース見事このレースを制しました。天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のジャックドール、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。ダノンザキッド前に行きそうです。ダノンザキッド先手を取りました。その隣にジャックドール、内からはジャスティンパレス、白の帽子ガイアフォース、その後ろ、その外からフィシーグアス、ノースブリッジ、それに続いています。すぐ後ろにイクイノックス、さらにはドーデュース、スターズオンアース、そのうちに続いています。プログノーシス上がっていきました。その後ろからはダノンベルーガ、最後方にジャスティンカフェ、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。12番ジャックドール、ダノンザキッド、すぐ後ろ、その後ろにジャスティンパレス、 1000m を通過しました。これはややスローペース、後ろの馬には厳しい展開です。並んで1番ガイアフォース、これに続くのがフィシーグアス、先頭は依然としてジャックドール、ダノンザキッド、ほとんど差がありません。ジャスティンパレス3番手、後続集団も追い上げにかかります。第4コーナーをカーブして
さあ直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はガノンザキッド、内からジャスティンパレス、プラグノーシス伸びてきた、ここから勝負をかける、外からジャックドール、先頭変わってプラグノーシス、残り 200m を通過してプラグノーシス、このまま振り切れるか、2番手はジャスティンパレス、プラグノーシス先頭だ、先頭はプラグノーシス、1着でゴール、2着はイクイノックス、3着にジャスティンパレス、勝ったのはプラグノーシス、このレースを制したのはプラグノーシス。天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のジャスティンパレス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。2着は揃った綺麗なスタート。さあ先行争い、ジャックドール前に行きそうです。先手を取ったのはジャックドール、その外からジャスティンパレス、ロースブリッジ、そのうちに続いています。その外にガイアフォース、その隣にダノンザキッド、すぐ後ろにシーグアス、ドーデュース、それに続きます。並んで10番イクイノックス、これに続くのがプログノーシス、内からはスターズオンアース、これに続いてダノンベルーガ、緑の帽子ジャスティンカフェ、その後ろ各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。前の方からもう一度見ていきましょう。6番ジャックドール、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、ジャスティンパレス、それに続いています。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭は依然として6番ジャックドール、2番手はジャスティンパレス、ロースブリッジ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ジャックドール先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。イクイノックス必死に追います。この差は果たして縮まるか。ジャックドール先頭、後続大きくちぎれました。残り 200m を通過して、ジャックドール後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。ジャックドールまさに完勝、今ゴールイン。2着はゴーデュース、3着にイクイノックス、勝ったのはジャックドール、このレースを制したのはジャックドール。天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のノースブリッジ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。白馬揃った綺麗なスタート。さあ花を切るのはどの馬か。ガイアフォース前に行きそうです。ジャックドール先手を取りました。内からはダノンザキッド、黄色の帽子ジャスティンパレス、その後ろドーデュース、それに続いています。その外からシーグアス、その外にノースブリッジ、イクイノックス、そのうちに続いています。これに続いてスターズオンアース、すぐ後ろにプログノーシス、その隣にダノンベルーガ、しんがりからジャスティンカフェ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。さて先頭を見てみましょう。一気に先頭に立ちました。6番ジャスティンパレス、 1000m を通過、これは少々ハイペースです。展開への影響はどうでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭はジャックドール、ジャスティンパレス、ほとんど差がありません。イクイノックス3番手、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったイクイノックス、さあスターズオンアース、一気に来た。最後の追い比べ、先頭はスターズオンアース、イクイノックス伸びてきた、内からゴーデュース、スターズオンアース、先頭あと 200m、 スターズオンアース、さらに足を伸ばす。2番手はイクイノックス、スターズオンアース、1着。2着にはどうやらイクイノックス、スターズオンアース、見事このレースを制しました。